たいと思います。よろしく。どうも、はじめましての方もそうでない方も、芸名カエンビンテツです。音楽やってますんで芸名武装ですけど、心が優しいテツと申します。でですね、もともと私、そうです、一昨年以降声を上げ始めたのは原発の問題です。で、原発の問題で声を上げられた方、たくさんここにお集まりだと思います。で、皆さん、原発の問題で声を上げられるときに皆さん何に怒って声を上げようと思いましたか？おそらくみんな同じだと思います。嘘をつかれたからじゃないですか？それでですね、嘘っていうのは嘘単体では成り立たないんですよ。嘘っていうのは必ず真実の隠蔽とセットになっているんですよ。真実の隠蔽すなわち秘密にすることじゃないですか。で、我々気づきましたね。こんな特定秘密保護法なんて法律がなかったとしたって、政府都合が悪いことちょこちょこ隠してるんですよ。だけど今の時点ではそうです、勝手に隠してるけど実は悪いことなんですよ。悪いことだけど実は隠してる、でも悪いことなんですよ。ところが法律っていうものはそもそもその国境線の内側でこれが正しいって物差しじゃないですか。そのこれが正しいって物差しの上に勝手に秘密にしちゃうことが正しいって載せられたらたまったもんじゃないですよ。だから私、原発に反対する立場として特定秘密保護法断固として反対いたします。そしてそうですね、取り急ぎ仲間と一緒にですね、参議院議員議長宛てに請願書をしたためてまいりましたので、これを待っていただきます。参議院議員議長殿、特定秘密の保護に関する法律案情報公開に関する請願、1、請願の趣旨、本臨時国会以下本国会という、2、調停される特定秘密の保護に関する法律案以下本法律案という、は我々一般国民の知る権利を侵害し、また一度施行されれば運用次第で我々一般国民の基本的人権であるあらゆる表現の自由が侵害される危険性が高いという疑義が脱ぎ切れない、このような疑義を抱かせる本法案は本来全国民にその検討過程から全てを公開し、広く慎重な議論がなされた上で審議されるべきケースの法案であるはずだが、パブリックコメントの募集期間は不当にも2週間と短く、検討過程の情報公開請求も全文が黒塗りの状態であり、政府が本法案を秘密裏に成立させてしまおうという意図があると疑わざるを得ない。このような主権者たる我々一般国民を無視した非民主的な立法過程に対し強く抗議するとともに、我々は国会に対し以下の請願事項の遂行を要求する。2、請願事項1つ、議長は内閣官房内閣情報調査室に指示し、本国会会期中に本法案の検討過程に作成された全文書の内容を紹介議員らに判読可能な形式で提供すること。2つ、議長は内閣官房内閣情報調査室に指示し、本国会会期中に本法案に寄せられたパブリックコメントの全てを紹介議員らに判読可能な形式で提供すること。3つ、議長は内閣官房内閣情報調査室に指示し、本国会会期中に本法案に寄せられたパブリックコメントについてサマリーを作成させ、またサマリーにはそれぞれの意見の訂正的な募集欄を抽出し、募集欄ごとの統計
産情報公開に勝つ請願、ご清聴ありがとうございます。それでは皆さん、彼らに後ろの議員会館、そしているのかいないのか分かりませんが、我々が家賃を払ってやってるのに、そうだ、何やらふらふら遊び歩いてますが、首相官邸に向かって声をぶつけようではありませんか。
前の自民党政権の時の検討チームの報告書、それが公開されたんですが、全文判読不可能です。このことを今哲さんが言ったわけですね。判読可能なものを公開しろということです。ありがとうございました。それでは続いて若手の、研究者が